乗鞍でさ何個か美味しいレストランがあって、うん、メープルとかさあと教えていただいたね、そうそうそう、合唱とかね、合唱は行ったことないけどね、うん、行きたかったんだけど休みだね残念。とりあえず温泉入る、無料の温泉があるからさ、うん、今日は白骨にも行きたいからさ、そうだね、うん、乗鞍と白骨をはしごするっていう、うん、贅沢極まりない温泉旅だな。観光センターに泊めて歩いていくか、お風呂は、うん、お蕎麦屋さんが見つかった、中野屋さん、うん、久しぶりかも、お蕎麦屋さんねえ、ここからね、5分だって、すごい近いよ。じゃあお蕎麦食べてから、うん、温泉まず、そうだね、ここだよね、うんうん、ここ右側の、右側のさっきの駐車場に止めて、うん、お風呂入って白骨に行くのはさ、乗鞍スーパー林道で行こうかな、うん、この道じゃなくて、そうだね、なんか面白いじゃん、そっちの方が近いのかな、近い近い、ずっと近い、うん、うん、あと 450m で右側、はい、あれ道路沿い、うん、かな、へー、はい、到着です、到着です、はい、おそば、おそば、ういー、中野屋さん、うん、今日は盛りそばセットとそば定食、すごい漬物を取り放題だって、すごいよこれ、ここにさ、乗鞍には昔はいっぱい水車があったみたいなんだけど、今はもうここしかないんだって、でその水車で今もそば引いてるんだって、すごいね、うん、すごいじゃん、後で見に行こう、うん、3種類あったよ、ああそうそう書いてあった、11月になったら家族総出で作りますって書いてあったよ、おいしい、おいしい、うん、赤かぶ漬け、うんうん、11月から12月初旬に1年分をつけてるんだって、すごい、ね、だから今一番さ発酵が進んでるんじゃない、すごい美味しい、うん、ちょっと甘くて、それからそれは分かんないな、大根の甘酢漬けだ、そうだね、うん、と野沢菜だね、野沢菜すごいじゃんこれ、すっごいよく使ってるもの、ああ。うん、全部自家製だって、めちゃくちゃ美味しいわらび餅も美味しそうだし、お蕎麦、これにお蕎麦がつくんだね、いいよ、2500円、大葉焼きみたい、うわすごいな、これは美味しそう、超美味しそうだな、半分ずつしようか、最初食べちゃっていい、いただきます、うん、まっ、なんか笹のいい香りがしそうだね、あのね、山椒がすごい、あ、そうなんだ、うん、めっちゃくちゃうまい、うまっ、お豆、うわっ、柔らかい、おいしい、わらびまだあるんだね、すごいね、あ、うまい、
長芋。完璧だ。久しぶりだな。そばね。うん。わらび餅美味しそうだ。いただきます。おそば美味しそう。新蕎麦になったらまた来たいな。うん、ね、今さちょうどお花ついてるもんね。そう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 、ね、そう。なんか塗ってある。そう、お味噌とね。お味噌、あ、そう、お味噌と。生姜がいいでしょ。うん、初めて食べた、ね、うん、美味しい。これ本当骨まで食べるんちゃうね、うんうん、すごい柔らかい、ね、うん、お蕎麦できました、うん、すごいこれ、完璧本当、うん、最後は蕎麦湯で。これだこれだ。へえ、すげえ。名店だね。美味しかった。美味しかったね。イワナも美味しかったし。ねえ。最高です。いや、お漬物も美味しいし。美味しかったね。とっても。お、そう、あの、そばもめちゃくちゃ美味しかった。うん。みずみずしくて。そうだね。ちょっとなんかうずらに似てたね、戸隠の。そうだね。うん、美味しい、ここ。やっぱのりくら美味しいお蕎麦屋さんいっぱいあるっぽいね。うん、いやー、いいな。白骨温泉に行きたいんだけど、うんうん、ここからスーパー林道を通ってね、行くと。あ、のりくらスーパー林道ね。10キロで行けるの。10キロで。で、もし、あの、うん、下の方のさ、あの、あ、国道に出て、そうそうそう、上高地の道から行くと。行くと、16キロ。うん、おー、結構違うな。結構違う、ぐるっと回るから一回降りてまた登るから、ね、そうかそうか、うん、だったら絶対スーパー林道から行った方がいいじゃん、うん、ね、え、10キロで行けるんだ。そうそう、しかもこれ今2キロ下に降りてきてるからさ、上の駐車場からだったら8キロ9キロだね。結構近いね。おー、いいね。うん、便利だね。ね、じゃあスーパー林道を通っていこう。うん、はい。で、その前にお風呂、こっち入ってからザボンと、うん、はい、あっちもザボンと入りましょう。そうしましょう。あっちはザブンじゃない、ゆっくりでさ、うん、こっちはまあザブンと、うん、で、あっちの観光駐車場に止めていくね。はい、はい。せせらぎの湯だ。そうそう、ザブンとね、うん、じゃああっちでね。よし、行くよ。
いやー硫黄臭い、うん、ね、さすがだね、成分が濃い感じが。そうだ ね、いいね。でも気持ちよかった。あ、ここから出れる、うん、ではスーパー林道を通って白尾根、うん、ここの 左だよね。左だね、うん、あ、ほらもう看板出て、あ、本当だ、ようこそ白尾根温泉。でここに前は料金所があったんだな。うん、あと 6.7 キロです。近いな。近い、 6.7 キロだって最高だよ。すごいね、自転車でピュッと行ける距離だな。ねえ、あ、道はいいよ。そうだね、ぐっと登って。スーパー林道って言うけどさ、うん、別に林道じゃないもんね、あの砂利道じゃないもんね。そうだ ね、トンネル狭し。おう、え、すごいよ、18度だってトンネルの中、寒いのかな。お、すごいよ外。お、寒い。なあ、うん、寒い。すげえな。すごい。だるね。うん。一気に。もうそろそろかな。もうそろそろ。1キロぐらい。公共露天風呂でいいんだよね。うん、目指すは。うん。OK。おお、着いた。左の方。ささや、あ、着いたね。いいね。うん、ここがさ、泡の湯だっけ？泡の湯だ。日帰りは10時半から1時半。3時間か。チェックインの前ってことだね。うん。見えてるね。いいお風呂が見えちゃう。バスクリーンの。ね。ねえ、乗鞍と乗鞍より青いな、なんか泡の湯見た感じ。そうだね、ねえ、乗鞍はもっと白いイメージだよな。うん、なんか青いよね、うん、今の泡の湯は青かった、見えたのは。公共はどうだろう、忘れちゃったね、うん、前入ったけど。ああ、泡の湯とかが結構上なんだ、白骨の中でも。そうだね、笹屋と。これか、見えてきたよ。どれだ、右にあったよね。これは左だよ、ここを左に行ったらいいんだよ、うん、いやいや、お風呂は右にあったよね。お風呂は左じゃなかった。お風呂左だったっけ。お風呂入り口左だよ。あ、本当だ、全然思ってる場所と違ったわ。右側にある予定だったから。右は駐車場だよね。あったあった、はい、はい、よし、行ってみようぜ。こっちはゆっくり入ろうね。帰り汗かいちゃうじゃん、これ登るんだ。どんくらい降りるんだろう、これ、ねえ、屋根にさ、うん、葉っぱがぎっしり、ね、すげえ。最高だったね、気持ちよかった。ここも日帰りやってるみたい。気持ちよかったです。気持ちよかったね、最高。とっても気持ちよかった。なあ、景色も最高だったね。最高だね、川で川が流れてて、うん、だけど不思議なのがさ、うん、pH 6.8 だって、硫黄泉で。普通酸性が強いと思うじゃん、うん、なのに pH が 6.8 って言ったらほぼさ
あれだよね、中性だよね。そうだね、うん、この前の草津なんかペーハー2とかだったのにさ。そうだ ね、 ね、すごかったよね。あ、まあ、あれは異様じゃないか。よし、では降りてって、ね、とりあえずあの上高地のメインの道あるでしょ、うん、150何号線、うん、なんだったっけ、158号線に出て、うん、で松本に抜けずに木曽の方に抜けて、うん、まあ、奈良井宿のすぐ横に出る道があるんだけど、そっちに抜けて、うん、でそっからゴンベイトンネル通って、うん、稲まで行こうかな、うん、今日は稲まで行って終わりです。はい、はい、もうすぐね国道に出れるよ。はい、でもアルピコのバスが来たけどさ、今ね上高地に行ってさ、ああ、その後ここに泊まるとかっていう夢のプランじゃない？夢のプランだよねきっと、うん、あ、でも夢のプランは上高地の中で泊まるっていうのもありだよ。 あそこ全部温泉じゃん。確か全部ではないけど温泉もあるじゃん。でもさ、うん、温泉のこの、あ、まあ、はるばる来てさ、うん、この硫黄のこの温泉っていう、温泉といえば硫黄っていうのがね、うん、やっぱこっちの方がいいんじゃない？ちょっと血を伸ばして、まあ、あれかな、好みによるかな。うん、泊まったらさ、朝一の上高地と、まあ、夜の人のいないかっぱ橋と両方味わえるから、確かに確かに、それはそれでいいし、でもこっちも捨てがたいし。だから無敵は上高地に一泊して、うん、次の日の帰りに白骨に入って、うん、バスで家まで送ってくれるがいいな。本当に夢のコースだね。無敵かもそれが。はい、5万円です。5万円じゃ無理だ。あ、そうか。中に泊まるだけで5万円だね。無理だよ。はい、国道です。158号線気をつけてね、ここから車多いし遅いからね。任せて。あ、ここに出てくんだね。ねえ、乗り倉もっと下だよね。乗り倉じゃないよ、乗り倉もっと下でサワンドでしょこれ。乗り倉の下から行って上の方通って白骨で出てきてるんだね、上の方にぐるっと一周回ってる感じだね。そんな感じだね、うん、いいじゃんこれも、楽しいじゃん。楽しいね。ねえ、このスーパーリンドがとってもいいね。いいいい、早いもんな、うん、うん、冬も通れたよね。冬通れたっけな、忘れちゃった。通ったことあったっけ？だと思う。だってあそこのさ、あのペンションに泊まりに行った時にスーパーリンドを通っていったんだ。ああ、そうか、そうかも。多分冬も通れるのと。おー、で最後の登りが登れないかもとか言ってた。ああ、そう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 、ね、あの宿のね、そうそう、宿の坂がすごかったから。そうそうそう、そうだそうだ。ずり落ちるたらどうしようって言って。本当だね。うん、なんか冬だったよね確かに。ああ、そうか、じゃあ冬も行けるんだ、スーパーリンド。そう思う。ダム少ない。うわ、少ないな、水。すごいよ。ないよね。ほら。すごい下まで見えてるね。こんな下まで。家出てくるかもしれないな。ねえ。へえ。見えるの初めてだ。これ、あずさ湖っていうんだね。どこ、水は見えない。どこか。ここを右だね。そう。木曽路にこっちから気をつけてね、前大丈夫。ちょっとダム見ていこうよ。そうだね、ねえ、せっかくだから。うんうん、おー、すごいすごいな。いつもどこまで水あるの？あれさ、色が変わってるじゃん、白と黒の壁のそこまであると思うよ。へー、で、あ、もうこの真正面見たらさ、木が生えてないところまであるんでしょ。結構あるんだね。だからやばいよこれ。それはそうでしょ。すごいな。でも木が出てきちゃってるもん ね、枯れた木が。いやー、
あずさ湖だって。ほらほら、そこに書いてあるじゃん。こえーゾクゾクする。超高いね、怖標高が985メーターで、道路が湖水面が982メーターだって。だから道路より3メーター下なんだ。木が挟まってるもんね、ほらあそこに。だから982メーターで普通はさ、そこまでしか目盛りがないじゃん。お本来だからそこぐらいまでしか減らないんじゃないの。でも975メーター今こんなんだもんね。怖えー、やばいね、こんなに減っちゃうんだね。すごいね、怖えー。こっち来んの初めてだ、ね、こっちはまああれだよね、変わってないかな、そこまで。怖いね、怖い、超高いね、ここ怖っ。そこもちょっと反ってるからさ、下がないんだよ。こんな少ないとはね、どこまで減るんだろう。夏来たじゃん、上高地に。あ、来たね。その時気づかなかったね。気にせずなのと、上高地行く時はさ、うん、朝早いからそんな見てる余裕ないもんな。うん、確かに。帰りは帰りでさ、うん、バスとかいっぱい連なってる間に入るからさ、うん、ピュッと行っちゃうし。そうだね、まあ、バスからよく見えてたんじゃないかな、うん、ねえ、うん、細いな、なかなかね。なあ、うん、こっちはまあマイナーな道か。そうだね、木曽路。まあ、では時々通るな、うちここは。長和そば、なんだったっけ、湯治そば食べに行ったりさ。そうそう、野麦峠の方行ったり、うん、危ない危ない、これトンネルがぐにゃぐにゃで、ね、奈良宿までね、うん、29キロ、うん、40分、近いね、うん、近いね。なあ、なんか奈良宿とかさ、木曽のあっちの方の中山道の宿場町だと結構遠いイメージがあるじゃん、うんうん、なんかそこだけ行く感じじゃんね。そうだね。だけどこう上高地とかこっちの方回ってったら意外と近いんだね。そうだ ね、 この上高地とセットでも行けそうな感じだね。まあ、ただ関西方面に帰る人はそのまま帰れるから帰りやすいけど、うん、東京方面に帰る人はそこから権兵衛峠で伊那に出て中央道を乗らないといけないからちょっと遠いか。ちょっと遠いかな。ちょっとね、うん、この中にも集落がある。そこ左かな、多分。そうだね。だよね、多分。うん、あ、木曽の方。そうそうそう。木曽に入りました。木曽に入りました。ここから下りかな、じゃあ。そうでしょう。いいね、道も広いよ、うん、もったいない。降りてきたんじゃない。降りてきたね。あ、もうすぐそこが、もうあと何キロだ、ちょっと行ったら19号線かな。あ、もうそんなとこまで来た。そうそうそう、出ました、はい、で、あれだね、トンネルは右なんでね、ゴンベイは。だけどちょっと左行って奈良宿をちらっと見ていこうかな。こっちいいね、うん、はい、標高が、おお、994m。 おー、3キロぐらいかな、3、4キロちょっと上に行くぐらい。なるほど、うん、すぐだね。すぐすぐ、まあ、よく行くからな、ちらっと見るぐらいでいいか、うん、今日はゴンベイトンネル通って伊那に抜けて、なんか食べてもいいし。この先に駐車場あったよね。あったと思うよ、うん、もうこの左側ずっと奈良宿のさ、うんうん、通りだからな。そうだね。あ、ここに出るんだ、間の踏切だと。あれ、お店もう何もやってないか。
だね、うん、あらあら、へえ、水飲み場、水飲み場だってすごいじゃんこれ。やっぱいい ね、 ね、夕方とか空いてていいよね、うん、お店は閉まっちゃうんだけどさ、そうだ、ね、夕方とか夜はほとんど人がいないから雰囲気がいいよね、うん、そうだね、うん、よし、では稲の方に電車が行ったね。今ここは何線だ、中央線か、あ、ここは何線なんだろうね、あ、そうだよね、名古屋に抜けていくやつだもんね、中央線だよね、見えた、おー、左、ああ、こっちから行けるんだ、うん、みたい、いつもの19号の方じゃないんだ、うん、へえ、ここも右ダムかな、そうだね、奈良井ダムだって、ないな、水がないない、おお、もうないね、あ、ちょっとここもかしこも水がないんだな、うん、おお、出た出た、出たね、おお、ああ、こんなところに出た、いや、なんか知ってるぜ俺ここ、なんかこっちから来るなと思ってたの昔。おー、でここ左、はい、来てるよ、はい、稲まで17キロだって、うん、近いな、近いね、このトンネルのおかげでね、抜けましたね、抜けました、稲まであと10分ぐらい、すぐだな、うん、トンネル抜けたらもう稲だもんね、そうだね、すごいな、いや、でも長いよトンネル、トンネルがね、うん、さあ稲に降りて、お腹減ってきたからさ、そうだね、なんか食べよう、うん、稲といえばさ馬刺しが有名じゃん、あ、ね、確かに確かに、なんかね、これ降りてすぐのところに、うん、板屋さんっていうレストランがあるから、うん、そこ行こうかな、なんかすごいよ、桜づくしみたいなのもあって、それはね 4,5 千円するからさ、うんうんうん、高いんだけど、うん、もうでもフルコースみたいよ、へー、それはいいね、馬肉好きとしてはちょっとたまらないよね、魅力的だね、うん、しかもさ俺らが知ってる馬肉って言ったらさ馬刺しだけじゃん、うん、そうだよね、だけどなんかここはね、うん、あのステーキとかそんなのがあるらしい、ステーキ、うん、コースだとさ、桜鍋に、うん、お刺身に、ステーキに、すごそう、駅前だな、稲屋の駅前だ、そうなん、うん、あと1キロで作って、あ、駅の駐車場に止めようか、有料のところね、うんうんうん、これを、右だね、ここ右、うん、これ駅でしょ、これ駅だよ、レトロな駅、うん、右で、いいんでしょう、ここに止めてこっか、うん、うん、最初の1時間無料すごいね、その後は1個1時間100円す
げえな、そんな安いの。さあ行ってみよう。どこだどこだ、ここだ、あったあった、ここなんだけど、やってるかな。電気はついて、あ、やってるね。行ってみよう。最高。美味しい？美味しい。いいね。深みでさっぱりしてそうだもんね。うん、こんなに結構量あるね。こんなについて1200円だもんな。すごいよね。お店でもすごい美味しい。ね。やっぱりいいね。あ、醤油じゃない？すごい。美味しそう。すごいな。2100円だね。2100円。すごい。うん、メンチカツ持ったよ。美味しそう、メンチカツ。これ550円だよ。すごくない？な。すごいぞこれ。野菜から入れて、すごい量だね。ご飯もう一個頼んでさ、一緒に食べる。うん。いい。うん。部位がいろいろありそうだな。うん。こう人。こっち側だな。しばしばつだけな。美味しそう。すき焼きでしょ。うん。うん、いただきます。うん、美味しい。食べて。次の森です。うん。美味しいな。うん。美味しい。うん、うまい。これ絶対美味しいだろうな。なあ、うん、締めのうどん、ね、うわーすごいな。もういいね。うん、はい、サンキュー。食べないよ。美味しかった。